日本人がラップをなんてまだ言われてるちょうどタイミングで、そこでそれこそ日本人ラップするよみたいな感じで俺らはこう出てってるから、ブッダにしてもギドラにしても、まあアメリカでヒップホップを経験体験したやつが、まあそれをこう持ち帰ってくる、ヒップホップをの元にこうつながってるやつらで、まあ社会を動かすようになる、まあ起爆剤にしたいなっていうのはキングギドラの最初の初期衝動にはあったんだよね。立派だね。高米だね。懐かしい。アクセスオールイン。俺とジブラで乗り込んでって並んで見せつけたりとか、うん、であいつら誰だとか、うん、もうすぐ帰っちゃう、終わったらすぐ帰っちゃうみたいな誰だったんだみたいな。嵐ニューヨークに来るとそのうちに泊まって、こう交流したりとか、ムロとかと一緒にレコードを掘りに行ったりとか、ユーザーロックもそうだし、そうやってみんなこう仲良くなっていったんだよね。ニューヨークにいるとやっぱね、みんなニューヨーク行ってちょっとこうお世話になるから、ニューヨークの人の格が上がるんだよね、うん、オークランド街のラッパーよりもニューヨーク街のラッパーの方が格が上だっていうのはいつもあって、だからチクチク来るねブッダに対してのだからその、うん、敵対心というかライバル心っていうのはそういうところにあるかもしれないね、うん、だから元はといえば、でもね、やっぱさ、そういうのがさ、いい具合にその後々のこの日本のシーンにこうプラスになっていったんじゃないかなって。なんかやっぱりさ、こうなんだかんだ言ってさ、相手は気になるもんだしさ、いや、まあ、ね、相手のライバルいなかったら ね強くならないと思うよ。それまでなかったような考え方が、まあ、一気にその広まって、まあ、一言で言うと革命だと。激動っていう感じですかね、まあ、いろんなことがあった、何もないところから、始まったストーリーが時代を経てこう今あるのかなと。キャリアが始まったなっていう、その今までない業界が業界になり始めて、自分たちがそのちゃんと一部としてまあ一端を担ってるというか、アーティストとしてその中の中心にいるから、野心もあったしね。アンダーグラウンド思考じゃないからさ、決して俺そういうふうに思われるかもしれないけど、それはポップカルチャーとして思って俺はやってるつもりだけど、なんか日本でそういうヒップホップを全うしようとするとアンダーグラウンドに見られがちで、決してそうじゃなくて、ちゃんとポップカルチャーとして自分の、なんだろうね、それこそ紅白とかだって別に出たいからね。ブッダブッダって言われるんだけど、自分がこうそのどういうふうに進んでいこうかとか、いろいろ考えさせられたという意味では、ここにちょうど置いてあるこれがその自分の変わり目だったのかなっていうのはすごい思うんで、まあ久々にこれ見たんだけど、これ見てるとなんかその当時のことがちょっと蘇ってきたりとかしまして、なんかここでまた自分のその新たな人生が開かれたのかななんて。空からの力が発売されたのが95年で、まあ、それはあのキングギドラとしてデビューした初めてのリリースでもあるし、自分がヒップホップをやってるっていう上でも一人前だなって思えるような、まあ、ちょうどポイントだったので、そこが一番印象に残ってますね。ランディ MC と同い年だから、ランディ MC と同い年、DMC、で俺 LL クルージェと同い年だからね、うん、なんか自分だけいいと思っていくよね。どうもないよ、ランディ MC の方がいいじゃん。クラブ DJ やりながら、あの音をこう一瞬止めて客に言わせたり自分が言ったりっていう、その客と DJ が一体化するような DJ プレイを、まあ、改めてやったのはマスターキー。それまで DJ は淡々と曲つなぐだけで、スクラッチしたりつないだりするだけで、うん、Bring the motherfucking rockers, bring the motherfucking rockers、 なんかそんなのをこう音止めて、その中の DJ そう represent みたいな、もっとこうお客が来て楽しめる場所として
こうもっと広がっていくようなことをやるのは自分の仕事だなって思ってたし、 DJ が DJ をして、それが仕事となって職業としてこう一般になってくれたらいいなっていうふうな思いはすごいあったんで、金曜のハーレムに俺もいつも行って、マスターキーが DJ やってる横で MC やるのとかが当時は楽しくてね、うん、ね、毎週タダでやってたよ請求書回ってきた今のシーンがちょっと、ね、羨ましかったりとかすることがあって、昔は昔で良かったんだけど、まだまだこう自分でもこうやりたい気持ちがあるのかななんて逆に思ったりとかして、あのすごい今のシーンには刺激をものすごい受けてますし、まあ、まだまだやり続けなきゃいけないなっていうのを改めて思わさせて思った感じですかね。まあ、当時はだから本当にニューヨークならニューヨーク、東京、日本でも東京なら東京とかも本当に限られた土地でこう盛り上がってたものなんだけど、もう今となっては世界中、世界各地、アフリカでも中東でもアジアでもヨーロッパでもロシアでもヒップホップ流行ってるんで、もうそれやっぱ国際的になって規模がめちゃめちゃでかくなったなっていうところに、まあなんか感慨深いなっていう思いがありますね。自分の生きていくための何ですかね、道具みたいなもんなのかな、はあ、でも本当このヒップホップにはヒップホップがあるおかげで今自分もこうしてられるし、すごくやっぱりその人生を、自分の人生を導いてくれた、そういったもんだというふうに思ってますんで、ヒップホップもそうだし DJ もそうだし、その神様にはいつも感謝してますよ。まあ、本当これ一言で言うのはすごい難しくて、まあ、一言で言うと全部ですね。だけどまあそれをちょっとこう分かりやすくすると、人生とか家族とか、自分がこう生きてる上で自分のその人生をこうガイドしてくれるようなものではあるんで、そこはもう本当に兄貴とか神ですね。ラップできる DJ に俺はしちゃいたいと思ってたのよ。あ、そうできるはずだと思ってたから結局やんなかったね人間発電所のライブがどうしてもできないと、だったら俺が歌ってよって話になってものすごい大変なんだけど、最近覚えてコンちゃんのリリック、うん、やっていいですか、これ本人も大変だったんだろうなとか思いながらでも最近できるようになっちゃって、ええよ好きやで、できるようになってきて、さっきもちょっと走りながらちょっとこう口ずさんだりとかして、うん、まあでもそれでも来てる人は喜んでくれるから、まあでもそういうこんなで今もまたこういうのやんなきゃいけなくなってるっていう